こんにちは、作江です。さあ本日はですね、こちらのビートラッシュっていうゲームをね、またやっていこうかなと思いませんじゃあなんでね、画面ね、これビートラッシュの画面映ってるかっていうと、ちょっとね、やりたいことがあって、今からね、やりたいゲームっていうのがあるんだけど、まだ決まってませんいやね、まだね、実況するゲームを決めてなくてですね、どうやって決めるかっていうと、広告を見て、で、広告で出てきたゲームをね、実況しようかなと思います。また新しい企画考えたね。なかなか面白い企画だと思うんだけど、で、このゲームを開いた理由ってのがね、広告を見たいがために開きました。なかなかないよね、広告が見たいがためにこのゲーム開くって。かわいそうだな、このゲームも。でね、広告見れるような、あったね、これ。黄色いね、プレイボタンっていうのを押したら、これ広告始まるんで、ここで出たゲームをやろうと思います。でね、注意喚起としては、なんか、タップルみたいな、こうなんか、出会い系サイトみたいな、そういうのが出た場合も、やろうかなと思います。もうゲームじゃないけどね。じゃあやっていこうか。もうなんか、カミカミだけどね。とりあえずね、広告開いていきたいと思います。てれんて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 ん。なんだ？本田圭介も共感。何何どういうゲーム？待って。怖いんだけど。え？何のゲームこれ？ちょっと見ていい？え？先月、日本に帰ってきてやりたい。何を何を？え？これ何？何のゲームこれ？え？怖い。え？え？何これ？何これ？ゲームじゃねえじゃん。はい、ちょっとゲームじゃなかったんでね、この後広告流れるんで、これをね、見ていきたいと思います。このね、脳天球ってやつ押したら、広告流れるんで、こちらで決めていこうかなと思います。もうさっきの広告全然ゲームじゃなかったんだけど。いくよ。はい。はい。なんだ？え、またこれかよ。それはゲームじゃないんだよ。まさかの2連続本田圭介さんっていうね。もう3連続やっていくよ。さすがにやめてな、本田圭介さん。本田圭介さんやめてね、さすがに。いくよ。あ、また本田ちゃーん。このゲームさ、なんかもう本田圭介さんしか出す気ないじゃん、もう。どうせこれ本田圭介さんなんでしょ、この脳天気落ちたら。いくよ。いくよ。はい。あれ待って、押せない。あ、なに？また本田圭介。え、待って、こんなことある？ 4 連続本田圭介さんってことある？もうちょっとこれね、ゲーム出るまでやるわ。いや、そろそろ出て、さすがに。もうそろそろさすがに出てくれ。もう、何連続これ。十何連続ぐらいで本田圭介さんなんだけど、さすがに。お願い、本田圭介さんやめて。本田祭りやめてください。ああ、もうやだ。さあ、とりあえずね、アキネーターの方でもね、広告が出てくるんで、とりあえずこちらでね、広告出していこうと思います。もう、広告出していこうと思いますっていう、この発言が意味わかんないんだけど。いくよ。はい。何？え、何これ？映画、ドラマ、アニメが7本以上見放題。7本って少なくね？いや、とりあえずね、ゲームを出したい。ゲームの広告出てくれ、マジで。ゲームじゃないと始まらないんだよ、マジで。ゲームっていうかアプリね。アプリじゃないとマジで始まんないから、ガチのお願い。つぶつぶ、これね、広告流れるから、いくよ。せーの、CM を見る。お願い！ゲームお願い！お願い！え？あ、来た！よかったー！よかった、おじさんが助けてくれた。何このゲーム。いや、でもゲームってだけで俺嬉しいわ、とりあえず。本田圭介さん15連続ぐらい来たんだけど、俺。ビートラッシュで。広告しかねえの、マジで。じゃあ今からこれやるわ。同じ色のアイテムを3つマッチさせて始めよう。いや、待って。あなたの名前から教えてほしい、マジで。俺、当てていい？この人の名前。このおじさんの名前ね。ダニエル、チンタマン。まあ、とりあえずね、同じ色のアイテムを3つマッチさせて、パズルゲームかな、おそらくこれ。で、これやっていって、なんか、この手のゲームってさ、パズルゲーム多くない？ゲームの広告って、マジで。なんか、パズルじゃなくてもさ、パズルゲームだったりするじゃん、実際にやってみたら。いくよ。で、これで赤揃えて、まあ、同じ色をね、揃えてったらいいんでしょう、これは、おそらく。んで、なんかあるかな？あ、教えてくれるんだ、これ。親切だね、なかなか。で、縦マーク。この、なんかさ、ものによってさ、この形が違うから、何を消したら、防御力アップとかあんのかな？で、なんか攻撃力があって、あ、なるほどね。この何これ、ちょっと三角の押していい、これ。ああ、なるほど。縦ムーブしてくれるのね。縦を全部消してくれるみたいな感じか。で、ランドセルをとりあえず揃えまして、あ、何このプロペラ。え、ちょ、待ってクリアになんないで。このプロペラ気になった状態で終わるじゃん。何これ、え、何これ、おー、すげえ。何ここ、うわ、ここだけやりたい、ここだけ
今までのパズルよりあれだけやりたいんだけど。ステージ1おめでとう。いや、これ絶対クリアできるでしょ。なんだこの星。なんだこのお菓子みたいな星。とりあえず続けようか。で、ロケットっていうのがあって。あー、なるほどね。満タン号で。あー、スタミナあんのね。なかなかね。あ、2000円もらったね。2034円だって。結構もらったね。現金化できんのかな。実行星1。で、あー、やっていきます。このゲームみんなやってる人いる？絶対いないよね。噴水を作る、まあ、とりあえずね、ステージ2をクリアしましょうか。で、同じアイテム。これ簡単だね、このゲーム。なかなか。で、これをスワイプすると、あ、なるほど。動かして、あれすることもできるんだね。爆発させることもできると。タップでだけでもいけるし、なるほどね。なるべくこの、4つとかで消した方がいいのかな。そういう感じをするよね。んで、あ、いいね、いいね、いいね。いい感じ、いい感じ。なかなかいい感じじゃない、なんじゃないかな。マッチ決めていきます。で、これ何？あ、いいね、この盾。いいところも教えてくれんじゃん。AI。AI。AI やるじゃん。で、この横やりいいの。あ、待って、今もったいないことしたね。なんかバカみたいなことしたな。まあ、バカなんだけどね。で、これ TNT とかあって、こう爆発するんでしょ？バーンって。いいね。ここ爽快だね、なかなか。でも、1回しか爆発しないのちょっと悲しいけどね。さあ、とりあえずお菓子みたいな星もらいまして、あんま嬉しくないんだけどね。んで、星たまりのして、星食べ欲しいの。噴水作りましょうか、とりあえず。噴水ね。なんか、そこに噴水、あー、なかなかおしゃれになったけど、なんか殺風景だな。なかなかまだまだ殺風景ですね。ガゼボ。ガゼボって何？ガゼボって何？新しい病気の名前みたいな。そんな感じ？とりあえずやっていこうか。あ、なるほどね。なんか建築をしていくためにパルズルをしていくみたいな感じか。L 字のマッチを作って、TNT を作ってみよう。あ、なるほど。L 字だけど、これ L じゃないよ。ねえ、おじさん、これ L 字だけど L じゃないけど、逆 L だけど、大丈夫なんだね。なるほど。TNT を爆発させて。おー、すげえ！周りが爆発すると。でも別になんか、ロケットでもいいけどね。T、あ、T でもいいんだ。縦破壊 C の、あ、これいいね。爆発、いいね。こんな感じやって。なるほどね。こういう感じで進めていきますと。で、このおじさんの王冠みたいなやつ、ヒゲみたいな、ヒゲ男爵、トロイーのして、なんだこれ、あ、L いけんじゃん、これ。で、これ、出てきます。これ、プロペラ気になってんだよね。TNT の後にしてるか。あ、なに？え、なに今の？なんかすげえさ、カーみたいな音してどっか行ったんだけど、爆発したんだけど、タップしてスキップもできる。いいね。あ、一番爽快な部分スキップしちゃった。あ、このゲームの一番面白いところなのに。このゲームの一番面白いところスキップしちゃったな。で、なんかダスティルみたいな名前のやつを確か作らないといけないんだよね。これ、ガゼボ。ガゼボを作るためには、ホスターを集めると。なんか建築ゲームみたいな感じかな。あ、マスがちょっと少ないね。4つ消ししたら、プロペラ出てくるんだ。なるほど。で、プロペラはどんなやつ？微妙じゃない？めっちゃ微妙なんだけど。え？何あれ？プロペラめっちゃ微妙なんだけど。何これ？普通に消した方が、消えるぐらい、あれなんだけど。え？弱くない？プロペラ、なかなか。え、何をしてんのこれ？何これ？どういうゲーム？どういうゲームこれ？あ、なるほどね。ダイヤがもらえるんだ。プロペラを出すと。はいはいはい、なるほどね。そういうことか。で、王冠を消そう、みたいな感じね。王冠を消して、なるほど、ターゲットっていうのがあるから、それをね、徐々に消していこう。まあ、よくあるやつだよね。ムーブ数がめっちゃあるからさ、めちゃめちゃ、やれるよね。なんかすごいコメントしたの俺。めっちゃなんかしょうもないコメントしたな今。それ実行していきます。ガゼボをね設置して。どんな感じ？ああ、ちょっとおしゃれになったね。あ、すげえ、なんか松明まで出てきたね。何これ？え、茂みっていうのこれ？何これ？ガラクタ？ガラクタを植える。とりあえずガラクタを植えましょうか。とりあえずね、ステージ5ちょっと進めてっていい？お、すごい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 。え、すごくない？なんかムーブ決まってる。すごいムーブ決まってる。シュイーンってなって、これ回転して、いいよ。いい感じに揃ってるよ。で、TNT 爆発します。で、完璧じゃないこれ。なかなか良かったんじゃない今回の。さあ、ロイヤルマッチ。ロイヤルマッチって何？ないこれ。ロイヤルマッチってのがよくわかんないけど。で、一番気持ちいいところをスキップと。よし、いい感じだね。とりあえずこの城をね、今ね、確か完成度が 50% なんで、これをね、完成させるまでやっていこうかなと思います。あー、結構綺麗になったね。でもなんか殺風景なんだよな。人がいないんだよ。人が、このゲーム人がいないんだよ。王様しかいないから。人がいないのやばくない？さすがに。どうやってこの城建てたの？あなた一人の力で建てたってこと？あれ待って、なんか新しいの始まったよ。
時間切れになる前に箱を全部壊して王を助けよう。なるほど。え、待って、なにこれ、あ、広告にあったやつじゃん、これ。待って、やばい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 。これ、時間制限あるわ。ゆっくりやる？あえて。このおっさんあんまり俺好きじゃないからさ、やっていい？ダメかな、それはさすがに。とりあえずやっていきます。あと44秒しかないけど。え、これできる？俺。なんか、いける気しないんだけど。え、大丈夫？これ。え、むずいむずいむずい。待って待って、いける？これ。え、これ無理ゲーじゃないの？広告詐欺じゃなくて無理ゲーじゃない？これ。大丈夫？いくよ。はい。で、これ、いきますして、え、これ大丈夫か？なんか、いける気しないんだけど。20何秒ね。大丈夫、大丈夫。これ、バカ、もうね、やけくそ、やけくそ。やけくそが一番ね、多分ね、これ結構効率いいと思う。やけくそが一番ね、効率いい説ない？これ。一番。待って、14秒しかない。待って、え、大丈夫、大丈夫、え、やばい！待って、え、危ない危ない危なストップボタン押したくない。あ、時間止まってる。ストップボタンを押して王を助けよう。え、どうしよう。やっぱやめようかな。え、このおっさんになんかいいことしてもらってないしな、俺。助ける必要ないよな。どうしよう。しゃあないな。もう助けてあげるわ。ありがとう。え、その顔ムカつくからやめて。